ボーイズ&メンの辻元くんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ボーイズ&メンの赤色の辻元達郎です。お願いします。お願いします。てか、かっこよすぎる。いや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 、そんなことないですよ。草野球をされてると、はい、そうですね、今草野球に、はい、入って、ね、まあ、週5ぐらいで。え、週5バット振ってる。週 5, 週5試合、はい、ちょっと緊張してきた。そうですね。まあ、4打席勝負をして、はい、1本でもヒットを打てれば辻元くんの勝ち、うん、というルールで。なよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。球種、まっすぐ。はい、教えてくれるんですか。はい、まっすぐ、はい、だけ。おっしゃー、よっしゃー、リボール。おーボール、はい、はい。ありがとうございます。ナイスバッテリー、やった。すいません、はい、もう一打席お願いしてもいいですか。逆にいいんですか。いや、はい、え、同じルールで。いや、球種増やしていいですか。え、まだ増えるんですか。もう一個だけ。もう一個、はい、フォーク投げようかなと。フォーク、はい、うわー、でもこんな機会ないんで、ぜひやらせてください。よっしゃー、しゃあ、おお、セコム、セコム、オーケー、ああ、ボール、いやー、出たいやー、出たいやーだなー、これはいった、これはいい、マジで打たれた、やったー、いや、吉見さんの股抜いた、やった、あかんわインサイダーこれ、やっぱ今の打球めっちゃ速い、しかもてか、それバットおかしいんじゃない？参りました。ありがとうございます。ナイスバッティング。ありがとうございます。いや、嬉しい。5打数2安打。やったー。4割。うわー。ドラゴンズ入団すれば。ラス。おっ、大丈夫。びっくりしてるやん。今日、はい、なんと上田剛くんと対戦します。はい、よろしくお願いします。はい、ユニフォームが着てる。いや、引退してから初めて来ました。だよね。はい、はい、1本でも打ったら上田くんの勝ち。はい、ね、で、1本でも打たれたら僕の負けっていうルールで
いきますか。わかりました、はい、で僕が3打席のうち1本でも吉見さんからヒットを打てば、そう、僕の勝ちということで、そう、もうシンプルに、わかりました、ね、楽しく、ある程度真剣に投げていきたい。1本打つのも難しいのにな、はい、まあ頑張っていきましょう。はい、わかりました、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、やばい。お願いします。レボー。はい。うわ、めっちゃいいシュート。はい。あかー、ごめんごめん。あーくっそくっそ、読んどった今、読んどった、え、読んでた、読んでないです今のは。俺さすがに今のは外スラかそう、いつもなら外スラなの、外スラかと思ったらフォーク、いつもなら外スラなのこれですよね。ああ、カウント取りに行くのですよね。よし、スイートライクストライク入ってる今の外すら入ってる。うわ、今やばいな俺今そっちに逃げていくと思った入っていた。うわー、えぐい。もう全球見たんで、吉見さん、3打席目は打たせていただきます。高谷。打たさせていただきます。高谷。はい。いや、何あれ。何始まんの。初球、インコースまっすぐを、ツーシーム投げていい。ああ、わかりました。初球ね。どうですか？いや、ちょっと、普通に現役時代と、ほとんど球筋変わってないんだけど、球も普通に速いし、フォークとかバレ落ちてるし、なんなん、もうなんでやめたんですか。いやちょっと最後マジで打ちます。あーあーあーくそーあー今スライダー、スライダー、うわーめっちゃええとこや今の。今の打ってもヒットならへん絶対。今の無理。やー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 、セカンドゴロやろこれは。あっセカンドゴロくそーやばい、甘かった、やばい、最悪、今めっちゃ絶好球逃した、甘かった今の。やばい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 、ちょっと待って
ボール生きてる、まだいける、いや余裕余裕でいけるわ。あの現役時代みたいな感じでやられました。三振三振セカンドゴロ、いやいやいや感じでやられちゃった。いや最後でもヒットっぽかったけどね。いやでもね、菊池やったら多分正面取ってます、ね、イージー取ってます。荒木さんの取ってる、余裕取ってます。荒木さんだ、余裕取ってますこんにちは今サムネを撮ろうとしてたところに来たね。どうぞ、お久しぶりです。お久しぶり、あずき。今日はわざわざ名古屋から。いえいえ、わざわざこちらこそありがとうございます。大所帯で来ていただき誠にありがとうございます。あれですね、あの大会 TV 以来ですね。そうですね、はい、あの時はもう完敗しましたので。いやいやいや、もう本当に本打席対戦して、はい、ヒット2本、1本1本でもすごいだろいや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 、大投手が何を言ってんのよ。1本打ってもすごい、2割5分だからね。そうっすよね、うん、じゃあ1本、はい、打ったら上地さんの勝ち。ありがとうございます、はい、分かりました。負け打たれ抑えたら僕の勝ち、はい、っていうルールで。分かりました、はい、わざわざ皆さんで名古屋から来ていただいて申し訳ないんですけれども、悔しい思い出を一緒に持って帰ることになるかもしれません。頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。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 うわー、いいボール、うわー、いいボール。おい、ワンボールアウトだけです。うわー、どっち。すごい四隅、今のは絶対手出してもダメなとこだわ。めちゃくちゃ、この先どうなるか分かんないけど今日一じゃねえの今。めちゃくちゃさすが。うわっしゃうわっしゃうわっしゃ逃げてった。よっしゃよっしゃ、嬉しい上地さん今日僕調子いいかもしれないです。めちゃくちゃ走ってんなキレッキレ。何今の、カットっぽかったっすか。カットっぽかった、そんな感じです。何、ギリギリのところからこのライン越えてったぞいいボール。外のまっすぐがめちゃめちゃいいところに来てたんで、まあ、基本的にはその外ギリギリのところにまあ、真っ直ぐに遅れないように目はつけてたんですけど、もちろんシュートがあるのも知ってるので、まあただそこはカットして外だけはこう手が出ないようにならない、なりたくないなと思いつつ手を出してったらボールが逃げてったっていう結果です。乾杯です。第2打席お願いします。あかんな、あのキープがやっぱ。選択ミスや。シュートしてました。ちょっとシュートしてました。した。シュート刺したんですよ。刺されそうと思いながらだけど、危ねえ、ありがとうございます。やられた、また。いや、いいボールだけど、なんか打ち返した俺がいいボールって言うと余計なんか皮肉っぽいけど、すげえ、やったー、また負けたよ。もう俺の勝利やん、また負けたようわ、嬉しい。でもすげえ、急にボールが近づいてきた、なんか 3D のあのメガネかけてるみたいな、急にボールがアップになる。浮いたな。乾杯です。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、よろしくお願いします。おい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 、忘れちまったか俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ。ズル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 、お願いします。ズル、いやー嬉しいですよ僕もちょっと生で見て今びっくり、圧倒されてます。何回やりますか、じゃあ。あ、
倍にしません？じゃあいいっすよ、うん、じゃあ井戸田さんが3枚だったら僕が6枚、そう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 、そう4枚だったら8枚8枚5枚抜いたらもう勝ち目なしです僕勝ち目なしですよ、はい、で俺は5枚抜きをまず目指すみたいな、そうですね、よっしゃよろにくお願いします。出てきますよ出てきますよ、全然ダメだった。おい、しまい。85キロ。85。すごいですね。真ん中抜くのすごいですよね。いやもう真ん中狙ってましたから。すごい。じゃあ続いて。はい。4。出てきますよ早くしないと。あ、そうなんだ。ちょっと待ってこれ焦らすね。あー惜しい。あと何球？あと7球ですかね。あれ5番好きっすね。5番しかいかない。てか投げ方綺麗だし。マジっすか。はい、おい、よっしゃ。角だ。すごいすごいすごい。これじゃまだ4枚抜きだからな。いやー、あーすごい、5番抜けまくる。5番3ついったから5枚なしだろ。あ、痛いよ。宣言してください宣言。よっしゃ。1番。お、高め。フレーム。今も5？フレーム。そう。あと3球かな。4。もう。てかコントロール良くない逆に。あそこばっか投げれるのすごいっすよ。マジで？プロ野球選手でもいないですよ、あのとこばっか投げれるの。狙ってないじゃん。じゃあ。ラストです。やばい。記録2枚ですね。2枚か。2枚ならなんとかなる。緊張するな。手汗が。じゃあ、宣言で。宣言5番。5番。ああ、やばいやばいやばい。まあまあ最初はね。5番。5番。やばい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 。はい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 。5番。5番。どこ？フレームです。フレーム？あれ？やばい。あるんじゃない？5番。あー来た。まあそらそうか。来るよ。まあ、今スリーボールからのストライクですからね。スリーボールからのストライクだ。9番。あーちょっと高い。6だ。やばい。あ、そっか4枚までいいんだ。7。あーやばいやばい、もうダメだもうダメだ。やばい、ウエストアイだ。もうダメだ。あと1枚で終わる。いや俺絶対3枚4枚抜いとかなきゃダメだったよ。8番。あ、フレーム。8、9、10、11、12、あと5球。5球だったらいかれるよ。よっしゃ。
あーやばいやばい。え、同点はどうなんすか。負け、僕の同点はそれは吉見さんの負けです。負けですね。あと何球なんだろう。あと4。8番。あー行かれた。全然違うとこ行ったし。いややっぱこうなるとパーフェクト見たいな。でもあと3球しかない。3球でパーフェクト見たいですね。2枚抜き2枚抜き。あー 1-2 の2枚抜き残ってるよ。あそこフレームなんですよね。でもね、あ、そうなんだ、はい、しかしでも何番がいいですか。1。あー惜しい惜しい。何番いきましょう。じゃあ8。8。わーきたすげー。あざす。さすがよかったー。久しぶりドキドキしました投げるの。最初の3球がもうあれだったんで、3球外れた時はね、ひょっとしたらだけど勝てんじゃねえかな。次バッティングいきますか。了解、はい、行きましょう。これ19球あるらしいんで、はいはい、何本ヒット性の当たりがあったかっていうので、うん、もうシンプルに対決でいきますか。ハンデとして、うん、僕はこれ3あのスピードがあるじゃないですか。僕ランダムで打つんで何キロ来るか分かんないんですよ。僕は105、115、125のどれか、はい、僕の場合は。あ、そうなんだ。井戸田さんは、うん、105グラムで打ってもいやいやグラムじゃねえよ。キロキロか、うん、あ、一定の速度、はい、ずっと105です。全然で僕は105か115か125、何が来るか分からない。そう、一球一球分からないんで。プレイボール。よっしゃ。いや、ハンバーグみたいな言い方したけど。ファーストファウルフライじゃないですか今の。ちょっと待って。横でブツブツ言うシステムじゃん。あーっと。ショートゴロです。ちょっと突っ込んでますよ。突っ込んでる、はい。わー、ライト前です。ライトぐらいだろ今の。ライト前だね。わー、ライト前です。おい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 。落ち着いて落ち着いて。ああ、あと3球です。やばい。あれは、あのね、レフトフライです。レフトフライ。何本ですか。何本。2本です。2本です。十分じゃないですか。どこ、こっちか。ファーストフライ、ピッチャーフライ。あ、やばい。今の真ん中。いや、遅い遅い遅い。遅いって言っても115、まあ、115遅いか。じゃあ無理かもしれんこれ。今早いね。これで待っといて。
あーよしよしよし、あーあーよしよしよし、これは文句なしだな。今の115、これは105と見た。センターフライいけるでしょう。ショートゴロ、あかん、ショートゴロ無理や。焦らないで、焦り禁物よ。焦ってないっす。右打ち、サードゴロだな。全然左打ち、わあ、で一本レフトオーバー、今レフトオーバーだな。わあ今の突っ込んじゃう。ほら諦めないで、諦めとらん、あ諦めとらん、あ諦めとらん、あおい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 、センターフライ、おい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 、ナイスナイス、センターフライだ。ラスト次に向かって、よっしゃよっしゃよっしゃ、次に向かってよっしゃよっしゃよっしゃ、勝った3問だけど、勝ちは勝ちだから。ちょっと待って、これ見るに耐える対決になってるこれ。じゃあ、軽く対戦しますか。いいんですか。まっすぐだけでいいかなと思ったんです。あ、まっすぐだけでいいんですか。いいですよ、はい、野球の低めって落ちないで、こうビューって伸びるんでストライクなんですよね。だからソフトボールの低めに来るローライズが野球でいう低めのストレートっていう感じです。お願いします。お願いします。緊張するな。おい。一回。俺がびっくりした。ボール。ボール。え、これ108？絶対嘘でしょ。ファールです。ファール。ファール。今のもやっぱ遅いですね。遅いですか、はい、もう一個早くか。惜しいけどな。ナイアフライ、ナイアフライですね。あ、ね、今のも惜しいですよ。でも惜しいですか、うん、よっしゃ、やっぱセンスあるわ。今のファウルやな。あー、ファーストゴロですかね。惜しいな、でも、うん、最終打席で、さっきめちゃめちゃバッピーしていただいてたんで、バッピーのように今、何も緊張感なくやってました。すいません。もうラストになりましたね。頑張ります。アウトハイから入ります。いきます。よし、うわっうわっうわっ、おっと今のはヒット。よっしゃ今のはヒットじゃねえ。また打たれたやん。
や今なんかちょっとめっちゃ良かったです今良かったですよね、うん、ちょっと初ヒット打てる兆しが出てきたんじゃないですかこれ私